はい、こんにちは。道にあるちょっと古いもののパパゲーノです。いつもご視聴ありがとうございます。ここはですね、君津市の清和県民の森っていうところの遊歩道になります。で、今こう降りてきまして、はい、まあ普通の舗装路に出てきましたね。今回はですね、普通のまあ随道です。トンネルです。で、まあね、これね、ちょっとね、なんか芝居がかった出方をしてしまったんですけどね、これいつだ、去年撮ったんだっけかな。この時はね、ナレーションなんて入れようなんて思ってなかったんですけどね。で、なんだろうな、まあ、結局ね、見ればわかるんですけど、普通のトンネルなんですよ。だからね、なんか、こう、ちょっと、確かね、撮るとき色気出したんですよね。なんか、こう、やろうかなとかって思って、こっから、遊歩道からこう降りてきてなんてやったんですけどね。全然演出的には、こう、無駄でしたね。今思うとね。まあ、こう、冗長になっただけでね。ですね。でもまあ、あえてここで、そのまま出してしまったのはね、まあ、実はね、これ、もう最近ね、ふとまあ、ある野望を抱きましてね。その野望っていうのはね、千葉のトンネルを全部動画化しようってことなんですよ。いや、もともとそれブログでやろうと思ってたんですけどね。で、まあ、そのうちそれを最終的には、電子書籍にして、Amazon で売って、一儲けとかってね、もう野望を持ってたんですよね。いや、だいたいまあ500円ぐらいで20人買ってくれれば1万円でしょ。そうすると1980円の焼肉バイキングに5回も行けるっていうね、もう素晴らしいこう計画だったんですけどね。何しろ貧乏症なんでね、僕はね、もうバイキングとか行くとね、お腹いっぱいまで目いっぱい食べちゃうんですよね。でね、まあそうですね、しかもね、お寿司とかね、カレーとかそういう炭水化物のものをついて食っちゃってね、結局肝心の肉とかね、あんま食べられないとかね、そういう残念なことをね、何度か、経験があるんですけどね。だからね、もうこうやって一儲けしてね、バイキングをね、スマートに食べられるようになるとかね、もうそういう風になったらね、素晴らしいなとかって思ったりするんですけどね。ということで、しょうもない話してるうちにもうトンネルの目の前に来ちゃったんですけど、一応最低限必要な説明をしておきますね。まずここは、千葉県君津市豊房っていう場所になります。で、この付近一帯は清和県民の森っていう県立公園に指定されています。で、この道路は淵ヶ沢線、林道淵ヶ沢線が別にあるんですよ。で、その淵ヶ沢支線っていう風な名称の道、林道になってるんですよね。で、それからトンネル名はそのまんま淵ヶ沢トンネル、平成4年の竣工ということになってますね。で、まあ先ほどの野望の話に戻るわけなんですけどね、まあどうでしょうね、プロジェクト名は The Encyclopedia of 暴走とかね、そんな感じでいいかなとかって思ったりするんですけどね。なんだろうね、まあ随道情報をこう集め収集するんでね、だからまあトンネルコレクションとかね、そんな感じでもいいかななんて思ったりしたんですけどね、なんかね、それどっかで聞いたことあるような気もしなくもないんですよね。おかしいなぁ。どなたか心当たりある方はね、教えてください。まあでもトンネルコレクションなんてどうでもいいんですよなんてまあ言っちゃうとね、マキさん悔しがるよな。まあ彼ね、見かけによらず意外とね、負けず嫌いなんですけどね。まあそれはともかく、それは置いときまして、ここからが重要なんですけど、ぶっちゃけこういうトンネルの話、動画とか見ててもね、そんな面白くないでしょ。ここまで動画付き合ってくれてる方はおそらくこう僕のまあつまんないんだけどナレーションが入ってるから、まあ一応聞いてやるかとかって、そんな感じでずる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 来てくれた方が多いと思うんですよ。でね、これから僕がこういう動画を上げた時は、これから言うようにしてください。まずね、もうサムネイル見た時に、なんだまた普通のやつだとかってね思ったら、とりあえずブラウザの画面はなるべく小さくして、ちょっとね、画面の端っこの方に持ってってください。で、それから今度の休みの日にね、探索行きたいなとかって思ったところを、まあググってください。で、そちらのこの情報を見ながら、もう音声だけでいいですから、動画どうか見てください。
まあね、それでもね、こう横目でチラチラ動画を見ながら、こうやっていただけると、いつの間にか気がつくとね、房総の随道を全部見た人間のこう一人になれますので、という予定ですので、どうかよろしくお願いします。でもね、スマホの場合どうしたらいいのかな。なんかね、僕たち、おっさん世代はね、基本パソコンじゃないですか、もうこういうのって。だけど、なんかこう見てるとね、もう10代、20代になってくるとね、なんかスマホがデフォルトなんですよね。時代も変わったなとかって思うんですけどね。だからまあパソコン売れなくなっちまったなとかって思うんですけどね。まあ、それはまたそのうちそういう方の時は対策は考えますので、まだまだ先が長いんでね。ということでね、これからもね、通り抜けみたいなね、比較的単調なシーンっていうのは、こんな感じで雑談で乗り切ろうかななんて思ってるんですよ。で、よかったら、こういう雑談のネタとかをね、提供してもらえるとありがたいです。まあ、例えばね、カントの純粋理性批判について解説しろとかね、あ、これは無理です。だから、川端康成の雪国を朗読しろとかね。あとはね、もうひたすら親父ギャグを言い続ける。もう例えば、布団が吹っ飛んだとかね、浴衣で湯があったとかね、もうそういうことをひたすらね、こう、隧道を通る間に言い続けるんですよ。まあ、でも何でもいいや。とにかくね、こう、ネタがあったら教えてください。どうかよろしくお願いします。ということで、今回の動画もこれで終了です。今回もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。さよなら。さよなら。